大阪などでは高齢者施設での集団感染が相次いでいて、多くの施設で入所者と家族らの面会が制限されています。こうした状況を改善しようと乗り出したのが、東京ドームをはじめ多くの大型施設の屋根を手掛けてきた大阪の大型テント大手、太陽工業です。こちらが、防護スーツのメディコンと呼ばれる、製品になります。宇宙服のようにも見えますが、お見舞い用の感染防護服です。新型コロナが発生してから、世の中、例えば病院もそうですし、老人保健施設とかもそうなんですが、面会者ですがずっと続いています。で、そういう状況の中で、なんとか、面会ができるような環境を、実現したいという現場の声を反映するための製品になってまして、実際に記者が着てみると、後ろにファスナーがあるため助けは必要ですが、簡単に着ることができました。意外と軽いですね。あ、そうですか。で、動きやすい。防護服着てるっていう感じがあんまりない。溶着と呼ばれる生地を溶かして接着させる技術を使っているため、密閉性が高い一方、後ろにファンがついていて蒸れることなく快適に着ることができます。今年4月から開発をスタートさせたものの、最初はロボットのキャラクターのような防護服、2作目は運送用の袋を転用したため腕がありません。医療従事者のアドバイスを受けながら、4ヶ月間で15回以上の試作を重ね、ようやく完成しました。いろんな形でやっぱりいろんな面会というものが射出されていると思うんですね。で、場合によっては出産のシーンとかそういうのもあるでしょうし、ケースバイケースでいろんな形の面会射出をこういうスーツで実現できるような形に持っていきたいなと思ってます。介護の現場でも使われ始めています。おばあちゃん元気そうだね。久しぶりの孫との面会に嬉しそうな女性、防護服越しでも直接触れ合うことができるため、入居者やその家族から感謝の言葉が多く届いているといいます。このスーツがあることによってやっと面会できるようになりました、半年ぶりに会えましたとか、そういう声を聞くことがあるんで、非常にお届けしてよかったなと思っております。